逆に気遣われるってのもなかなか辛いもんです。結局俺らはどこまで行っても一家臣に過ぎませんしね。こんな時ご友人でもいれば違うんだろうな。そうそう、昔はいろいろとつるんでいたじゃないですか。前田の風来坊とか再会の鬼とか。は間違いねえ。とんだな。いやもうとうとう本気で息の根を止めに来やがった。対処するのは当然だ。俺も兄貴みたいにビシッと決めてやる。
の生き様だ。三刀直入に聞く。四国を襲ってはいない。先日、あの男の故郷に何者かに襲われた。現場には徳川の旗が大量に残されていた。仕業ではないと思っていたが、少々裏を取る必要がありそう。最低の姉さん、替えの玉を俺たちに。了解した。お前の勇姿をわしの胸に。風なんだ、関係ねえ。波は